こんにちは、和光コーヒーのミガルです。突然ですが皆さん、今ハマっているコーヒーの銘柄みたいなものはありますか？僕はちなみに、コロンビアのスプレモというコーヒーに今、絶賛ドハマり中でございます。普段うちの動画を見ていただいている方はよく多分ご存知だと思うんですけど、この YouTube でいろんな実験をするにあたっても、まあ、基本僕は今コロンビアのスプレモを使っているんですよ。そのコロンビアスプレモのいいとこ、まあ、僕がそのハマっている理由ですかね、まあ、いくつかあって、まず一つが同系列のコモディティコーヒー、各国のいわゆる一般的なコーヒー、ブラジルで言えば、サントスナンバー2、ガテマラで言えば、SHB、タンザニアとかであれば AA とか、まあ、国を代表する一般的なコーヒーのことをコモディティコーヒーと言いまして、コロンビアではそれが、まあスプレモであったりエクセルソっていうコーヒーになるんですけども、そのコモディティというランクの中でも僕はこのコロンビアのスプレモっていうのがちょっと一歩抜けてる気がするんですよね。まあ、僕が普段焙煎しているコモディティっていうのは、ブラジル、コロンビア、ガテマラ、そして、まあ、キューバ、あと何があったかな、あとマンデリンとかを焙煎しているんですけど、それらの中でもそのコロンビアが僕は、頭一つ抜けていると思っていて、どういう点がそれらの豆と違うかっていうと、やっぱね、酸味の出方がすごい綺麗なんですよね。もうコロンビアのスプレーも多分飲んだことある方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、形容するならばレモンのような、明るく弾けるようなシャープな酸、結構すっきり系の酸ですかね。他にその酸味、柑橘の酸味とかでよく形容されるのは、他にグレープフルーツであったりオレンジとかっていうものがあるんですけど、まあ、どういう違いがあるかっていうと、グレープフルーツとかはその酸味の中にこう少しほんのり苦味があったりとか、そういう時に使われるんですけど、まあ、レモンはもう本当にフレッシュで、弾けるような酸、それによく使われるんですけど、まあ、コロンビアのスプレモは、まあ、僕の感覚でいうとそのレモンのフレーバーがすごい強いんですよね。まあ、でもやっぱね、このレモンのフレーバーっていうのがこの、暑い、このジメジメとした夏、このさらっと拭ってくれると言いますか、このコロンビアのスプレモのアイスコーヒーを飲んだ日にはもうこのね、レモンのこう弾けるようなそうスッと入ってくるすっきりとした酸味が、まあ、ジメジメとした夏を乗り越えるこう一助になってくれると言いますか、まあ、コロンビアのスプレモの一番の売りはやっぱこのレモン風味、やっぱこのレモンっていうのがね、僕はね、気づいたんですよ。こんだけコーヒーにレモンフレーバーやらレモン味を求めるのであれば、もう最初からレモン水でドリップすればいいんじゃねと、いいんじゃないのと。というわけで、今回は普段お湯を使ってドリップしているコーヒー、まあ、普通のコーヒーですよね、そのお湯をレモン水に変えて、そのレモン水でコーヒーを抽出してみて、どれだけその抽出されたコーヒーにそのレモンフレーバーが移っているのかっていうのを、実験しようと思います。はい、というわけで、今日の主役はこちら、レモンの炭酸水。まあ正直レモンの味がついている水であれば何でもよかったんですけど、まあなんか普通のレモン水ってパッと見つからなくて、この炭酸水しかレモンフレーバーがついているこのお水っていうのが、まあ、見当たらなかったんですよ。まあ、炭酸っていうのはあの沸騰すれば炭酸抜けて、まあ、普通の水に戻るんですよね。なのでこれ沸騰させれば、まあただの純粋な熱いレモンのお湯になるわけですよ。だから今日はこいつを使ってコーヒーを抽出します。はい、というわけでこちら、ご準備しました。で、どんだけこの、ま、レモンの味がする水ですね、皆さんも多分飲んだことあると思うんですけど、ま、これのこの水本来が持つこのレモンフレーバーっていうのが抽出されたコーヒーに、ま、どれだけ移るのかっていう実験を、ま、するので、この使うコーヒーはそのフレーバー持つフレーバーにそのレモンとか柑橘系がないコーヒーを、今回は使おうと思います。で、ま、ちなみに今回使うのはブラジルサントスナンバー2、まあ、一番世界的にも一般的なコーヒーですね。まあ、どんなフレーバーがあるかって言いますと、一番言われるのは、ナッティ、例えばアーモンドとかこうピーナッツのようなこうローストしたナッツの感じが、まあ一番よく、味のフレーバーでは、まあ、ありますし感じるんですけど、まあ、その他にも少し焙煎度を深くすれば、例えばビターチョコレートとか、少しそのチョコっぽい香りが出てくるコーヒーです。まあそういうわけでこのブラジルサントスにはその柑橘っぽいフレーバーは、まあほぼほぼ、まあ、含まれてないんですよね。まあめちゃめちゃ下が鋭敏な人がいたら、いやこれほのかにチトラスとか言うかもしれないんですけど、まあ一般的には全くその柑橘のフレーバーが含まれていない、サントスナンバー2だから、今回はこれをレモンのレモン水で、抽出して、まあ、どれだけそのレモンのフレーバーがこのコーヒーに、最終的につくかっていうのを、実験していこうと思います。早速こいつを沸騰させます。うわー、いい音。まずちょっとこいつ僕飲んだことないんで、まず最初にこいつのカッピングから。おお、すげえ泡立つ。まあちょっと一旦こいつの味見ですね。
うん、しっかりレモンですね。ただあの人工的なあのケミカルな感じ、薬品臭では全くなくて、もうほんのり自然なレモンの感じが出てますね。サンガリアさんの伊賀の天然水強炭酸レモンという、ものです。これいいっすね、レモンエキス入り。うん、オッケー、しっかりレモンの味はついてます。じゃあ早速こいつで、まずこいつを沸騰させます。というわけで今、先ほどの炭酸水が湧き上がったので早速ドリップしていきます。あ、すごいレモンの香りする。これしっかりケトル洗わなあかんな。じゃあ最初に蒸らしですね。まあ、ちなみにこれは、普通のブラジルサントスナンバー2の、まあ、中入りですね。まあ、焙煎が確か昨日のやつなんで、まあ、膨らみますね。香りどうだろうな。あ、でも香りは結構コーヒーの香りが混ざってレモンの香りはほとんどしないな。でちなみにこの炭酸水って、まあ、割とコーヒーと密接っていうほど密接でもないんですけど関係があって、特にカッピングの時に、それこそまあ試験の時とかにあのお供にあの無味の炭酸水持ってきはる方とかたまにいらっしゃるんですよ。まあ、僕も一時期やってたんですけど、まあ、なんでそのカッピング会場にその炭酸水を持ってくるかっていうと、あの炭酸水を飲むと、まあ、正直科学的な根拠は知らないんですけど未来が開くって呼ばれてるんですよ。あの未来っていうのはその舌ベロにこう、まあ、散らばっているその味を、感知する、まあ、機関っていうんですかね、場所というか、その未来っていうのが舌の上にこうベアーって並んでて、それでこうコーヒーの味だったり、まあ、何でも食べ物の味を感じ取るんですけど、まあ、その未来っていうのが炭酸水のその、まあ、シュワシュワ感、あの炭酸によってこう開いてより鋭敏になるっていう話をなんかそのカッピングしてる時に聞いて、まあ、実際にその炭酸水とか持ってきてはる方とかいらっしゃるんですよ、たまに。僕も一時期それでやってたんですけど、まあほぼわかんないですけど、ほぼ変わんないですけどね。まあ本当におまじない感覚、僕はおまじない感覚やったんですけど、まあでもやっぱ実際そのカッピングにはたまにその炭酸水で未来を開くっていう方もいらっしゃって、まあ、割とその見かけるんですよね、コーヒーの中でその炭酸水っていうのは。まあでも普通に今ちょっとドリップしてるんですけど、香りとかほぼもうブラジルが勝ってますね。もうブラジルのナッティで、少しそのビターで、まあ、若干アーシーではないですけど、こう大地を感じるようなどっしりとした香りが漂ってます。全くこのアロマからはレモンを感じませんね。特に普通のお湯と同じ感じで抽出はできてますね。ではぼちぼち完了ですね。よし、それではドリップが完了しました。香りはぼちぼちだな。ナッティな感じとほのかにレモンっぽい香りがしますわ。早速飲んでみます。それでは抽出が終わったんで飲んでみようと思います。実際これでレモンフレーバーが、ま、自然に移ろうもんならもう革命ですよ。もうあの柑橘がないコーヒーに、まあ、柑橘を何だろうな、人工的に持たせるじゃないですけど、まあ、ちょっと革命ですね、一種の。ちなみにこれ、この炭酸水には原材料水でレモンエキスが入ってますね。で一応添加物スラッシュが入って炭酸と一応香料も入ってますね。だからまあレモンだけじゃなくて一応その香りも、まあ、人工的につけていると、この炭酸水自体には。まあそれがこのコーヒーを通じてどこんだけこのドリップされたかですね。いただきます。香りはほのかに、なんだろうな、濁ったようなレモンの香りしますね。あー、ほとんどこの立ち上る香りはブラジルが9になんかちょっとくすんでのレモンの香りが1香ります。いただきます。ある。え？全然ケミカルな感じじゃない。ケミカルっていうのはちょっと薬品っぽいという味のことを指すんですけど、全く。え？
レモンは感じる、柑橘は感じる、まあレモン水でドリップしてるからなんですけど、しっかりとブラジルのナッティーなローストしたこのナッツの感じと、チョコレートは出てないんですけど若干柑橘感じる。革命ですねこれ。ブラジルから絶対戦柑橘のフレーバーがある。それがまあ良くも悪くもそのすごい人工的につけた感じじゃない、まあ、自然とほのかに香る感じ。これがサントス南抜。これが普通のまあこういうことをせずに誕生した豆やったらハイクオリティレベルにはなると思う。まあちょっとスペシャリティは難しいかもしれないんですけど、そこまでフルーティーじゃない、そこまでフルーティーじゃないんですけど、ほのかに柑橘を感じる。ブラジルサントス南抜がこの柑橘の薄い衣をまとった感じ、これはあるぞ。わざとらしくない味が全然。これ他の豆にも使えるな。もしかしたらこの本来、まあ、さっき言ったようなコロンビアのスプレモとか、まあ、あとはちょっと高いようなスペシャルティとかになると、その本来もともとレモンのフレーバーを持っているコーヒーにこの方法をやると、そのレモンの風味が喧嘩してなんか変な感じ、ちょっとバラバラな感じになっちゃうかもしれないんですけど、全くその柑橘がない、柑橘のフレーバーを持たないコーヒーにこのレモン水で抽出すると結構面白い味になる。で、もちろん炭酸は一切残ってないです。全然シュワシュワもしないです。普通のお湯と同じ感じになってます。これはおもろい。後味ですわ。後味にレモンがきます。後味に多分これもうちょっと冷えてきたら、まあ、コーヒーって冷めていくとどんどんその酸味であったり、まあ、重たいところのフレーバーが顔を出してくるので、これもうちょっと冷めたら多分レモンが分かりやすく出てくると思うんですけど、やってみてください。これ普通に僕これさっき薬局で、買ってきた98円の炭酸水の、まあ、レモンです。レモンの炭酸水です。普通に、まあ、ケトルないし、なんかやかんかなんかでこれ沸騰させて、まあ、多分あのケトル結構洗わなあかんのですけど、それで何の柑橘のフレーバーを、まあ、一般的に持たないと呼ばれてるコーヒーをこのレモン水で抽出してみてください。これもしかしたら結構面白いかもしれないです。コーヒーにすごい簡単に変化がつく。一般的にそのコーヒーに何かを変化をつけようとしてこう結構小手際でやるとすごい乱雑な味になるんですよ。まあ、僕がやったのは、まあ、僕がそのコーヒーに変化をつけようとしてやってきたことが、一つは、豆の燻製、普通の焙煎した豆を燻製キットで、まあ、冷燻っていう熱を加えない燻製の方法があるんですけど、まあ、その下で、あれはリンゴのチップ燃やして、そのリンゴの木の香りを焙煎豆につけるっていう実験とかやったんですけど、まあね結構ね臭いんですよ。臭くて割と飲めなくて、まあ、僕のその燻製の仕具合にもよるんですけど、そういう何かこう小手際じゃないですけど、そういうことでコーヒーにこう、まあ、新たな顔を持たせようとすると割と失敗することが多いんですけど、これはスッと入ってくる。このレモン水での抽出、まあ、もしかしたら結構レモンフレーバーが強い炭酸水とか、まあ、レモン水やったらもうちょっとわざとらしくレモンが出てコーヒーの味を壊すかもしれないんですけど、このサンガリアの伊賀の天然水、この強炭酸水レモン、これはいい仕事してる。ほんまにこれがサントス南抜とは思えへんすわ。試してみてください。レモン水でのコーヒーの抽出で1個気をつけるべき点は、沸騰させた方がいいです。理由は2つあって、まず炭酸、もうこれ炭酸水やからなんですけど、まず炭酸を抜くっていうのと、もう1つに水とかで抽出したことがある人は分かると思うんですけど、ぬるいお湯とかそれこそこう水道水、常温の水道水とかでコーヒー抽出するとめちゃめちゃまずくなるんですよ。まあ、気になる方は1回実験してみてください。めちゃめちゃまずくなります。常温の水で抽出するとやっぱその成分がしっかり、できらないっていうのと、その高温で溶け出す成分っていうのはコーヒーに多いので、まあ、温かいそのお湯じゃないとコーヒーの成分ってかなり抽出されづらいんですよ。だから、まあ、この2点を回避するために、一応沸騰はさせた方がいいです。今回もちょっとこれ落ちないっすね。すごいレモンのフレーバーが映って、うわやりすぎやおまずとか言いたかったんですけど、割といける、割といけますねこれ。ぜひお時間の方試してみてください。レモン水での抽出、もしよかったら感想等はコメント欄で、教えてください。ではちょっとまあ、僕の予想とは相反する結果になったんですけど、まあレモン水抽出全然飲めます。むしろなんか新たな価値が生まれそうです。では